国民民主の玉木さん、外為特会でウハウハだと、そういったことを言ってるんですけど、外為特会にどれだけの準備をお金を積んどかなきゃいけないのかっていう議論は誰もしてないわけだから、あるから使っちゃえってのは乱暴だと思うな。為替の変動があったり、半島有事があるかもしれない、台湾有事があるかもしれない、その時やっぱドル持ってなかったら困るのは国民だから、ドルが基軸通貨だから、やっぱりある程度のドルは持ってる必要がある。その持ってる金額が一体いくらなら足りるのか、でいくらなら足りないのかってことをしっかりと議論をして、そこで余ってるんだったら玉木さん言ってるように現金化して政策に使うっていうのは私は間違ってないと思いますよ。